ノー MM は地図を読むのに加えて体力とかなんか頭を使うところがすごく面白いなと思って探しようと思って、はい、やっぱ天候ですね。どうなるかわからないゆえ雨とか霧とか視界が悪くなったりとかそういった時にどう対処していけばいいのかなっていうのは考えておきたいと思ってます。まず乾燥、毛がなく乾燥、その上でチャレンジをしたい。オリジナルマウンテンマラソン OMM、 それは2日間にわたって開催されるイギリス発祥の山岳レースである。参加者は地図とコンパスを使って制限時間内に森や谷など広大な山岳地帯の中に設置されたコントロールポイントを探し当て、その獲得した合計得点を競い合う。この際それぞれのコントロールには得点が割り振られており、獲得するコントロールやそこへ向かうルートは全て参加者の判断に委ねられる。そのためこのレースでは山の危険を理解、回避して安全に行動するための判断力や経験、2日間分の衣、食、住を背負いながら行動する体力、地図とコンパスを頼りに地形を読み正確にコントロールまでたどり着くナビゲーションスキルが求められており、まさに参加者の山の走行力が試されるレースと言っても過言ではない。さてここで私たちのことを紹介しておこう。ナレーションは私クワシュン。高校時代山岳部に入部し登山に明け暮れていたものの、社会人になってパタリと山に行かなくなった。そんな私の山熱を戻してくれたのが高校時代からの友達高野くん。好きな言葉は大寒波、雪が降った次の日の彼を止める者は誰もいない。彼が赤岳に誘ってくれたのは忘れもしない去年の9月。この参考で私の山好きが再発、以降多くの山に登った。そんなある日、どこからともなくこの大会の情報を仕入れた私はすぐさま高野くんへ連絡、2つ返事で参加が決まった。こうして OMM ジャパン初参加に向け山の総合力獲得への日々が始まった。今ここでしょ。うん、今ここ。ここも多分こっちがこっちの二択だよ、ね。こっちの二択なんだけど、多分こっちを行った方がいいと思う。うん。50度あるから。最初だからここが今から多分川を渡るところがまずでしょ。左行く。で左に曲がって、これもう道沿いに行けばいい。道沿いだね。なんで。ここショートカットできるけど。ショートカットできるから。川を見て左に行く、うん、でここで合流する、うん、でそこから二股に分かれて、いや違うよ、そっち貸し金だって、ポンで行けるか。そうだね、うん、一旦ここまで頑張ってみる。うん、そうしましょう。そこからまた考えるにするか。うん、そうしよう。 OK OK。
川が。うん。まず川があって、それだね。から左に行く。ごめん、これは嘘だ。あ、まあそうだろうな。マジでそうだと思うよ。みんなこっちだね。やべ、こっちに行くの。うん、ロストしてるね、完全に。したら、ちょっと待って。戻ろう、やっぱり。よいしょ。でも、道なんか。この、川の後の。うん。でもさ、それがじゃあどこにいるかわかんないんだよね。もうその分岐を過ぎたここにいるのか、うん、それとも手前なのか。分岐過ぎたところにいると思うんだよね。そんな気はする。はい。だ、まあ。いやでもここ降りてきたんだろうね、多分。ね、だからこのどっかにいいんでしょう。わかんないよね。だから戻って。こっちなんかな。戻るか。戻るならでもここのトレード戻った方がいいかも。したら。川がそこにあるってことはまだ。ということはまだここだ。まだ1個目も行ってねえんだ。うん、よかったよかった。で、じゃあ、ここだ、今ここだから、うん、いいんだ。じゃあ左に行けばいいんだ。だけ。ああ、難しい。調子に乗って誰かについていくとダメだよ。やっぱ自分たちでそう。よくわかんなくついてちゃってるだけだから。うん、これが分岐か？こっちでこっちに。そうだろうね。で、左側に。うん。DK だ。おう。OK。うぃー。OK。記念すべき。はい。こうやってこっからが勝負だと思います。やぶこぎチャンスですね。今は札幌にいるわけじゃん。うん、北西に行ってこの道のどっかにぶつかるイメージでいけばいいかな。そうそうそう。北に行っちゃうと北はダメ。道がなくなるから。うん、北西。北西だね、うん。ここ当たらなかったら怖いな。オッケー。うい、じゃあ行きますか。もうちょっとこっち行った方がいいのか。そうだね。いや、これは…行けるか。やばいわ。よし。お、来た。来た。よいしょ。よいしょ。抜けた抜けた。これは食正解だろう。したら、はあ、嬉しい。じゃあ今から BF 行きますか。二股に分かれます。みんな右行くね、比較的。みんな右行くんだね。右が刺すんだ。それか、ハセンの方行って、うん、上がるっていう方法もあるね。あるけど、多分谷だから、ね、谷だからもしかしたらワンチャン分かる。ああ、ここもあんの。うん。ピストンで戻ってくるっていう感じだ。うん。確かに。
それありだな。いや。でも、いや、リーフ、もしかしたら上の方がさ、難しくね？どこでも折れるっていう。こっからだ。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。下から上上がったら分かりやすいことある、うん、でしょ。左思いっきしカーブが。うん。上よりも多分下の方が分かりやすいと思うな。谷があるのか。うん。ぐっとへこんでるところが。で、しかも、かつ下の道も分かるっていう。そうだね。うん。上行くよりも下の方がいいかも。上多分ね、こう分かんねえと思う。この尾根を行きます、今から。BFA のアタック。わかんねえな、これ。いやーごめんね、ミスったな。明らかに分かると思った。やっぱ現地見ないと分かんないな、これ。いいね。うん、昔。でもね、例えばだよ。今が、うん、ここだとする。うん。細くなってんじゃん。うん。でそこにちょっと広くあればそこだと思う、うん、ということでそういう過程でいこう。あった、あそこだ。うん、あそこあったよ。今見えたわ。コントロールフラッグ見えた。うん、いやー、てか2倍ぐらいいってるわ。なんでだろう。ありました、4つ目です。見ました。 BF ですね。うぃはいっす。嬉しい。これは悔しいけど嬉しい。よっしゃ、5個目。11、BU。ウィー、Thank you。着いた。着きましたね。決めも。そう。あとは6時まで。6時？あと？6時間。あと45分。8分28分。で、まずはそうね、感想だね。で、得点、今まで頑張って取った得点を。本当にだって5分で25点目だった。うん。それだよ。オッケーオッケー。これ持ってくれてます。こんなことやってて間に合わなかったら笑いますね。それやばいよ。見てるな。どうだ。あれか。うん、あった？おい、あった。あー嬉しい。うん、うい、したよ。うい、助かる。おやっち。うん、1日目終了。まずは感想。まずは感想ね。まずは感想。おい、時間通り。あと12分。あはは。すげえ。お疲れ様でした。体力どころです。大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
やー、よかった。よかった。さあ、2日目始まりますが、どうですか？体が痛いです。体が痛いね。まずは乾燥。まず乾燥で頑張りましょう。制限時間内にね、もうとりあえず帰って。いやでも昨日ちょっとね、後半疲れたというか、足痛かったし、バテたし、頭も使いたくなくなっちゃったからな。ちょっと時間配分考えつつ、うん、まあでも慣れたからね。そうだね、今日は、うん、昨日のでだいたい掴めたから、まあ昨日の疲れもあると思う。そうだね、考慮して怪我ないように、怪我なく楽しく、まずは乾燥、その上でチャレンジ。まず乾燥、怪我なく乾燥、その上でチャレンジをしたい。行きましょう、行きましょう。グリーン、結構やっぱ、うん、食う時間がなくなるから、安心して食えるところで食わないと。そうだね、うん、土日に分かりやすい道に。今これを言ってる？うん、ここ。え？今ここに乗ってるって言ってる？あ、そうそうそう。じゃあここ行けば、あるから。え？行けるはず。本当に？あ、なんで上にまだ山があるの？俺のはずなのに。え？ここにいるんだよ。まだあるじゃん。まだ10メートルぐらいあるよ。多分この辺だと思うよ。ああ、今、もっと右に行った方がいいと思う。そこってさ、うん、尾根だよね。うん。これ。本当もすぐそこだと思う。それかもう戻る？あっちに。で、合流した方が早いかもしれない。いや、まあ CF 行っちゃって。でもいいけど。うん、だからこっちであるから、道が。じゃあ、行こうよ。これさ、DH まで走っていけんじゃね？うん。すごい。あ、これでも走ったら、え？ 40 分かかるな。うん、ストップウォッチが止まってるもん、最悪だ。まあ。ということで、ちょっと体力が厳しいので、DH は諦めて戻ることにしました。2日目やっぱ厳しいですね。というより、この登りが結構急で、なかなか思ってたより体力削られたので引き返します。ウィー、疲れー。
おお、気持ちいいね。気持ちいい。いい場所だ。消えない。上に行きます。はい、行ってください。最後は見えるですね。最後はゴールありますけども、ゴールあるけど今 CN 撮ったんで、あと1時間あるから、ね、あと1時間あるんでビール行っちゃいましょう。おいそこのままでね、尾根残せば川があって、うん、こっち行きましょう。行きましょう。おい、はい、入ってください。Please don't leave my room again. You're the only thing that made me feel like this year. Still working on it. I wish I didn't have to write a song about how everyone here hates me. So I'll drown in my mistakes that I can't fix. Ui! BL!ういー、お疲れ。帰りましょう。うん、今の自分たちの体力の中で制限時間内ゴールできるように、どういったルート取りでどういうふうに行くのかっていうのを、ベスト、今の我々のベストは作ってたのかなと思ってます、うん、思ったより道に迷ったかなって思います。まず地図の道と現実の道を照らし合わせることから始まったんですけど、でもそこからだんだんと尾根や谷などの地形であったりとか、時には歩数で数えて場所を特定したりして、だんだんとできることが増えていったかなって思います。登山本道を外れて行けるっていったところで、あ、こういうところも行けるんだっていったところ、やっぱ藪漕ぎを抜けて道が見えた時がやっぱすごい達成感がありましたね。2日間なんで結構疲れてくるんですよね。体はもちろんなんですけど、頭を使うし、だんだんとお互いに気持ち的にも余裕がなくなってくる。イライラするっていうこともあったんですけど、お互いに言いたいことが言える関係だったから、お互いに協力して今の全力を出し切れたんじゃないかなっていうふうには思ってます。 OMM の特徴として2人1組っていったところがあると思うんですけど、2人だからこそ話し合いができるんで、そこで考えを整理して決めていく。2人だから危険にも気づけたり、2人だから、より楽しさを共有できたりとか、協力し合うってことが楽しかったんですね。やっぱりちょっと体力が足らなかった部分があるかなと思うので、体力、まあ体重を落として、あとは荷物をもう少し軽くできたらなと思います、まあ、今回みたいに、まあ、気持ちのいい涼しい中じゃなくて、もっと雨が降ってるかもとか雪が降ってるかもってところもあると思うんで、そういったことも想定して準備ができればいいなと思います。今回に参加して初めての経験がすごく多くあって、技術的にも精神的にも成長できたかなっていうのは思ってます。で、順位的にも初参加にしては結構いいところまで行けたんじゃないかなっていうふうには思ってるので、来年参加するなら上位一桁ぐらいを狙って頑張っていけるかなっていうふうには思ってます。無事に完走したね。怪我なく素晴らしい。